久保,さん久保さんの動画が終わりましたらですねあの子どものねそのなんか動画が現れてその皮膚の難病水泡病みたい皮膚が剥がれる水泡病みたいな病があってこれなんかん何千人ねに全国に2,000人ぐらい患者がいるらしいんですよでなんかもう皮膚にあのなんか水 水棒てか皮膚にそのなんか水みたいなのできちゃってでもぐちぐちになってそれを潰して抜いてとりあえずもう皮膚がもうぐちゃぐちゃなんですよねでとりあえず痛いというかこんな病気あるんだと思って見てたんですけどめちゃめちゃきついんですよねこれきつそうっすねうんでこれ調べたらあの小麦の記録さんっていうね チャンネル登録今6万9700人いるんですけど小麦の記録これねあのー、その病気を患った女性の人が YouTube やってましたね YouTube ちょっと衝撃的だったんですけどうんいやこれ大変っすよこれこのこれはこれめちゃくちゃメンテナンスというか これ、しんどいっすね、これは、絶対に。なんかその、皮膚が、その、な何すか、あの、皮膚として稼働してないというか、なんか使い捨てというか、すぐこう、めくれて、またやっての繰り返しなんで、これはえげつないっすね。うーん。いや、でも、 すごいっすね。ユーチューバーがいましたからね。今の時代っていうのはなんかすごいなと。<laughs> うん。これ、こ,れここまでの病気や,やっててユーチューブやるかっていう、やっぱ時代の、まあ、今ね、本当にいろんな方が今、本当に発信してるんですけど、うん、なんか、思いますよね。 障害というか、まあ、普通のあれじゃないのに普通の人よりやってるわけじゃないですか普通の人がやってないというかで普通の人は人生変えたいとかねあの稼ぎたいとか言ってきながらやらないわけじゃないですか何な,なんですかね <laughs> なんかねまあ,あの本当僕はあのそういう人をずっと見てきてますし久保さんも見てきてると思いますし、まあ、億万長者合宿 をあの開催しましたけどまあ開催してあれじゃないですか残念な結果でしたけど <laughs> 誰もやってこないみたいで <laughs> 誰もなんかチャンス生かさないというかねえ商品も作ってこなかったしねう <laughs> んうん何か、まあ、この小麦の記録を見てほしいですねあなたの記録はどんな記録ですかっていう話ですねうんいっぱいできることあるよっていう話で うん、いいってらっしゃい。